白二芸術特区、神戸製台湾鉄道館。神戸製台湾鉄道館は、台湾高雄市、鼓山区の白二芸術特区内に所在する、鉄道模型等を展示する、博物館。高雄市立歴史博物館が運営している。鉄道をメインテーマにした、台湾発の博物館。アジア最大の4ゲージジオラマで100年を超える、台湾の鉄道の歴史を再現している。2016年6月30日に、白二芸術特区内の蓬莱倉庫群 B7、B8 倉庫に開館、7月3日より一般公開を開始した。2年の作業期間中、300人を動員し、制作時間は延べ 19,950 時間にも及んだ。なお、神戸製の名称は、日本統治時代の俗称、浜千の名残であり、日本語の読みを、台湾語の音で当てたものを中国語で表記しており、英文表記も台湾語に習っている。2019年7月、日本の鉄道博物館で2018年に展示されていた模型や資料が約1年間貸し出された。動力体験第1展区と第2展区をつなぐ渡り廊下。客車内インテリアと窓をあしらったディスプレイが配置され、乗車している感覚を体感できる。1階ジオラマ台湾の鉄道網 1083km を再現したジオラマコーナー。31種類の4ゲージサイズの模型車両が走り回り、照明により朝昼晩の演出がなされている。アジア最大級を謳うジオラマの線路は全長 2km、総面積100坪以上で、縦貫線を中心に大鉄の4大幹線中心に、他の事業者も含め200カ所以上の情景が再現されている。2階1階常設区ゾーン6、2階特典区、原鉄道模型博物館所蔵の京王電機23型特設展スペース。開幕記念として2017年6月末までの1年間は、横浜市の原鉄道模型博物館の協力で、同館の収蔵模型を空輸、展示していた。高尾 LRT のミニ列車窓口及び電子チケットで予約可能。1000から20時、火曜休館。ありがとうございます。